皆さんこんにちは、B シクです。ミックスの時なかなか音がクリアにならない、または音量が上がらないと困っていたりしませんか？作業を始めてみたはいいものの、ミックスの仕方はわからない、もしくは歌ってみたを投稿してみたいけどどうしたらいいかわからない、そんな時の助けになってくれるのがこのジャック・ジョセフ・プイグシグネチャーシリーズ、通称 JJP シリーズです。この方はグラミー賞を受賞しているプロデューサー兼エンジニアさんなのですが、レディー・ガガやローリング・ストーンズ、ベックなどを手掛けており、この JJP シリーズはそんなノウハウが詰まっているプラグインです。全部で6つのプラグインがあり、シンバル&パーカッション、ドラムス、ギター、ストリングス&ギター、そして今回ご紹介する JJP ボーカルズです。では早速使い方をご紹介していきたいと思います。まず起動したら左側にあるセンスが常時緑色から黄緑色ぐらいに点灯するように調整しましょう。ここが常時黄色から赤色に点灯していると JJP ボーカルズの効果がかかりすぎて思うような効果が得られませんのでご注意ください。次に画面中央下にあるメール、メール2、イメールを選びましょう。女性男性関係なくその人の声の特徴でここを選択すれば大丈夫です。ローズ、低音の量を調整できます。ハイズ、高音の量を調整できます。ディエッサー、作業や他業を抑えるパラメーターなのですが、これだけですと不安ですので、このプラグイン前後に別のディエッサーエフェクターをかましておくと安心です。コンプ、ボーカルの音量の均一化と音圧を上げることができます。ここは特にいじらなくても大丈夫かなと思います。以上の確認ができましたら、メインのパラメーターである画面中央のフェーダーをいじっていきましょう。フェーダーの効果、プレゼンス、2キロから3キロヘルツぐらいがブーストされている感じがします。ある程度上げる分には音量も上がり声が聞き取りやすくなりますが、上げすぎると作業や他業などがより強調されてしまうため耳障りな音になってしまいます。アティテュード、200から 300Hz ぐらいがブーストされる感じです。上げるとマイクとの距離がだんだんと近い感じになり、逆に比較するとマイクから離れていきます。上げすぎると低音がぼわついてしまいますので、どうしても上げて使いたいという場合には事前にイコライザーで 100Hz からもう少しぐらいですかねをカットしてあげればまだ使える音になりそうです。ただ録音した環境の部屋なりまで強調されてしまうので注意が必要ですね。アタック、400から600Hz、そして4から 6kHz あたりがブーストされる感じです。ボーカルをくっきりとさせる部分である4から 6kHz がブーストされるので、ある程度かけたいパラメーターです。上げすぎると作業や他業が強調されてしまうので、このプラグインの前後に緩和してくれるディエッサーをかますか量を見極めていきたいですね。
And I just called to say that I'm not bothered. Cause I know that you got what you wanted anyway. スペース、短いピンポンディレイとディレイがかかるパラメーターです。これはかけすぎると変になってしまうのですが、ちょうどよくかけられるとボーカルに立体感を得られます。洋楽のポップスや音数の多い楽曲の中で埋もれないボーカルを作るために必要なパラメーターですので、うまく付き合っていきたいですね。マジック、縦に沈んでいくディレイがかかり、なおかつ4から6キロヘルツを中心にブーストされる感じのあるパラメーターです。その名の通り、このパラメーターだけ動かしてもいい感じになるんですが、個人的にはこのパラメーターを基準として他のパラメーターを動かしていくといい感じになるかと思います。And I just called to say that I'm not bothered. Cause I know that you got what you wanted anyway. メイン、左側の赤いフェーダーですね、は元のボーカル音源の音量調整できるパラメーターです。特にいじらなくて大丈夫です。で、右側の赤いフェーダー、マスターですね、いろいろといじった後の音量を調整できるパラメーターです。作った音が大きい場合にはここで調整するか、DAW側のフェーダーで調整するのがいいかと思います。それぞれかけたくないパラメーターがある場合には、上の方にある透明なボタンを押して黒くすることで、それぞれのパラメーターを無効にすることができます。そして今回のボーカルはこのようなパラメーターで調整してみました。I just called to say that I'm not sorry. You can take it as a love letter, take it as a heartbreak. And I just called to say that I'm not bothered. Cause I know that you got what you wanted anyway. I just called to say that I'm not sorry.You can take it as a love letter, take it as a heartbreak. And I just called to say that I'm not bothered. Cause I know that you got what you wanted anyway. I just called to say that I'm not sorry. You can take it as a love letter, take it as a heartbreak.And I just called to say that I'm not bothered. I just called to say that I'm not sorry. You can take it as a love letter, take it as a heartbreak. And I just called to say that I'm not bothered. Cause I know that you got what you wanted anyway.I just called to say that I'm not sorry. You can take it as a love letter, take it as a heartbreak. I just called to say that I'm not sorry. You can take it as a love letter, take it as a heartbreak. And I just called to say that I'm not bothered.Cause I know that you got what you wanted anyway. Wanted anyway. I just called to say that I'm not sorry.
You can take it as a love letter, take it as a heartbreak. And I just called to say that I'm not bothered, 'cause I know that you got what you wanted anyway.簡単にこのように楽曲に合わせて調整していけるので便利ですね。以上 JJP ボーカルズの紹介となるんですが、やはり歌ってみたとかをやってみたいけど他の人よりもクオリティがどうしてもなかなか上げづらいとかっていう場合に、こちらの JJP ボーカルズを指すことで簡単に声のクオリティっていうのを上げることができますので、特に今まで DTM を触ったことないけど歌ってみたとかをやってみたいとか、あとはこうミキシングの知識などがないけどちょっと挑戦してみたいとか、あとはある程度自分でできるようになりたいとかっていう場合には、こちらのエフェクターはすごい活躍してくれるのではないかなと思います。言うて自分も時間がない時にはこのエフェクターを結構対応してます。このビーシックチャンネルではこれからも皆さんのためになるような DTM に関する動画を投稿していければと思っておりますので、いいねやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回、ありがとうございました。